はい今はですね、えーまあ、QSC っていう店舗力と、えー、プラス M、まえー、マーケティングをするっていうことで、えー、繁盛店を作ろうっていう話をしてるんですけどもね、えー、今、えー、マーケティングの話に入ってきましたけども、まあ、マーケティングといってもですね、まあ、本当に、あのー、幅が広くて、えー、やることもいっぱいあるんですが、えー、まず一番最初にやることっていうのは、えー、お店の一番商品を決めるっていうことですね。 でえー、このお店の、えー、おすすめなにって聞かれたらもう一発でこれですっていうふうに言えるようにする、えー、お店が、えー、それを決めておくっていうことが一番重要ですね、えー、おすすめなにって言われたら全部おすすめですなんていうことではなく必ず、えー、これが一番のおすすめですっていうことを明確にするっていうのが、まあ、マーケティングをするときにね、まあ、事前準備ですけどもねその一場所を決めるっていうことがすごく重要です えー、それでは今日も一日張り切っていきましょう。あなたはできる